こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、小柄な方、足が床につかない方の、異常解除、足はつけた方がいいですよってことをね、お伝えしたいんですけど、どういうことかと言いますと、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、コメントでね、結構いただく質問なんですけど、小柄な方でベッドに座ってて、床に足がつかないですと、あと車椅子の高さもあって、ベッドを足がつくまで下げたら車椅子の方が高くなってしまうと、どうしたらいいか、足は浮かせたままの方がいいのかどうなのかっていう質問いただきました。結論、足はつけた方がいいっていうことで、しっかり説明しながら、いろいろ実技しながら解説させていただきますので、最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。異常に関しては再生リストも作ってますので、概要欄であったりコメントの一番上ですね、貼っておきますので、ぜひそちらもご視聴ください。では実技の方でやっていきます。はい、じゃあまずちょっとこれ、ラクリップっていうのは便利な手すりなんですけど、ラクリップの動画も上げてますので、そちらもぜひ見てほしいんですけど、これラクリップの床の部分ですね、そこになる板、これ本当に重たいんですよ。その手すり自体が安定するためのものなんで、重たくないといけないんですけど、これでちょっと実験してみます。いつもまずね、足に力が入らない方でも足に体重を乗せましょうっていう動画たくさん上げてると思うんですけど、どういうことかというと、この板って力入らないですよね、当然筋肉があるわけでもないので。でも足に体重を乗せた方がいい。どういうことかというと、足に体重を乗せない、もしくは地面に、今回のテーマ床に足をつけない、どういうことかといったら、こう持ち上げてるのと一緒ですよね。めっちゃ重たいんですけど、これを床に足をつけるとどうなるかっていうと、これだけでいいわけですよ。簡単な話わかりますか。これを足つけないで持ち上げて解除するって、こういうことですよね。でもそうじゃなくて、床につけたまま移動するってことは、このままこう回したらいいだけの話なんで、すごい楽です。足に力が入らない方であっても、体重を乗せましょうっていうのはそういうことで、足の重みが床に分散されますよね。で、ロックするってどういうことかって言ったら、この板がまっすぐ立ってるような状態ですよね。別にこれバランスさえ取れたらまっすぐ立てますよね。これをロックして、こういう状態を作ってるということですね。はい、ということで、ちょっと今の説明は分かりにくいかもしれないですけど、とにかく足を床につけれない方、小柄な方で、背が低い方、あとはちょっと拘縮とかってつけれない方もいるかもしれないですけど、例えば拘縮がある方であったとしても、僕は個人的にしっかりつけた方がいいと思います。傷とかがあるない限りは、傷とかあったらちょっと厳しいですけど、ちょっと危ないんで、ただ拘縮でちょっと繊細でつけれないとか、そういった場合であっても、極力靴履くとか、足をね、しっかり床にこう設置させるとか、工夫は必要なんですけど、絶対につけた方がいいと思います。で、極端な話、これぐらい、今山田君やからベッド高くしてますけど、小柄な方で、一般的なベッドで、つかないと、どうしたらいいか、こういう質問が結構多いんですね。こういう場合どうするかなんですけど、質問いただいているのは、このまま移動させる、これは結構難しいし、不可能に近いので、足をつけてほしいんですけど、どうしたらいいか、もうね立ってもらうしかないです。こう前にこれで立ってますよね。足に力がある方であれば、座ることは当然できないので、ちょっと難しいですけど、床に足がつけれない方であっても、このままこう下ろすって感じですね。これで移動した方が圧倒的に楽です、お互いが。はい、でもう一回ごめん。で、利用者さんで小柄な方で、地面に足がつかない方で、なおかつ足に力がない方はですね、こう踏ん張ることができない、そういった方であったとしても、絶対にこのまま持とうなんてしたら、もう足の重みも全部持つことになるので、体重今55キロぐらい、55キロをもうフルで持つような形になってしまいます。そうじゃなくて、しっかりこうズルズルズルとゆっくりでいいので下ろして、足がついた状態で全解除ですね。仮にこれが足全く力が入らない方であったとしても、55キロは持たなくていいです。足の重みがね、ある程度床の方に分散されますので、絶対そこは、絶対足をつけた方がいいということですね。
でどうしても人でやると分かりにくいのでさっきもこれ持ってきたんですけど、こういうものでやってもらったら分かると思うんですけど、これをフルで持つんじゃなくてちょっとでも1点でもついてたら動かせますよね。こうドラム缶とかコロコロコロって転がすのはそういう原理もあると思うんですけど、なので人であってもこういうものであったとしても必ずどっかは床につけておかないと、もう全体重を持ち上げることになってしまうので、それは本当にまあお互い危ないので良くないかなと思います。じゃあ異常はどうしたらいいかですけど、当然このまま抱きかかえるんじゃなくてしっかり足をつけた上で、こっからはいつも言うように膝ロックするなり潜り込むなりして、まあ異常する、まあ、僕の場合だったら大体いつも基本的にはこういう異常をさせてもらってますけど、はい。でもう一点、車椅子の方が、高くなってしまうと、はい。でもう一点ですね、足がつかない、じゃあさっきみたいに、ね、ベッドの高さを変えることができないのであれば、先ほどみたいにちょっと前にズルズルズルと降りる形で足をつけて移動すればいいんですけど、まあ、もっと簡単な方法ありますよね。このベッドの高さを下げるですね。でベッドの高さ今フルに下げました。で山田くんやから結構苦しい状態になってますけど、ベッドを下げて足が地面につきました、そこまではいいけれども車椅子の方が今度ベッドより高くなってしまいました、どうしましょうっていう質問も結構いただくんですね。なんでいつも車椅子よりベッドの方を高くするか、もしくは車椅子からベッドに移動する際は、車椅子よりベッドをなんで低くするかって言ったら、やっぱり高いとこから低いところに移動する方が楽なのでそうしてくださいっていう話をしてたんですけど、まあ、このケースに至ってはちょっと今山田くんの身長の関係で分かりにくいかもしれないですけど、ベッドを下げることによって足が地面につきましたと、でも車椅子の方が高いですよねと、そうなると確かに立ち上がらないといけない、その分車椅子に座るには。ただ全解除で例えばスライディングボードみたいな形でこうねこういう移動するんであれば、確かにちょっと解除量は多くなってしまいます。こうねグッと真横にスライドするような解除をすると、ただ一旦立ってもらうような解除ですね、立つというか、まあ、ちょっと中腰になるような解除をする場合であれば、もう立った方が絶対楽ですね。もうこれぐらいの差であれば、ちょっともうちょっと頑張って持ってあげて、でしっかり足にも、ね、地面に足がついてるってことなので、しっかり持ってあげて移動する方がもう絶対的にいいかなと僕は思います。まあ、いろんなやり方はあるかもしれないですけど、僕であればもう絶対にもうそのベッドの高さを下げて車椅子より低くなってしまうと、だからやりにくいっていうよりかは、もうベッドを高くしたままでチューブラリの状態で移動する方が圧倒的にしんどいとは思うので、僕のまあ個人的な意見としてはもう絶対ベッドは下げて足がつけばいいと思います。はい。でまあどれぐらい下げるかですけど、まあ、今結構窮屈になってますけど、ベッドの高さはある程度、まあ、足の裏がついて、で大腿骨が水平よりちょっと上向くぐらいの高さにしておけばいいかなと思います。まあ、これやったら今ねちょうどいいぐらいになってしまいましたけど、それがベストかなと。でもう一つ、拘縮とかがある場合ですね、最初に言ったケースですけど、例えばまあ四肢の拘縮であったり、まあ脊髄損傷とかの方でこう形勢がぐっと強い方、まあ肩麻痺の方とかで足つけれない方いますよね。まあ、つけたら危なそうな方、そういった場合は特に内反してるのであればちょっと広げてあげると、まあ、内反してる分広げてあげた、その分内側がまだつきやすくなるのでつけてあげたり、肩麻痺とかであれば本当にロックするような形でねぐっと抑え込んであげたりするとある程度防げたりもします、予防できたりもします。まあ、あと靴とか装具とかあるのであれば絶対そういうのを使って滑ったりしないようにしていただく方がいいかなと。まあ、傷がある場合ちょっと別ですけど、拘縮があるとか繊束でちょっと足にどうしてもね、力が入らない、この指先で立ってしまいそう、そういった場合であっても、もう極力工夫して靴履くとか、こうちょっと見にくいかもしれないですけど繊束になっててつま先で立ちそうな場合であっても、ちょっと特殊的にこう指を伸ばしてあげて床につけてあげて、でこの状態でしっかり体重かけてあげると、そこまでまたねこの体重が乗ってる状態でグッと曲がってくることってないです。まあ、曲がるのは曲がってもこのなんていうかな、足の裏がついているのをそれに抵抗してグッと巻き込むようなことは絶対ないと思うんで、なのでそういった工夫をすれば
まあ足はつくことができるかなと思います。はい。でまあ傷がある場合とか、まあ、炎症を起こしている場合とか、まあ、捻挫している骨折しているそういった場合はもう絶対ね浮かした方がいいと思うので、まあ浮かすための、まあ、テクニックとしてはまあこう綿花であればね片方を持ってあげたりとか、まあ、あと本当に下に潜り込むような解除であったりとか、まあ、いろんな解除方法を挙げてますので、まあ、そちらをぜひ見ていただけたらいいのかなと思います。はい。ということで、今日は、まあ、床にね足がつけれないつかない届かない、まあいろんなケースあると思いますけど、とにかく床には足をつけた方がいいですよっていうお話をさせていただきました。まあ、山根くんからワンポイントアドバイスお願いします。はい。先ほども言ってたんですけども、足がこう床にチューブラリンとつけてどっちがいいか、僕もつけてる方が絶対いいと思うんですけども、結構多いのが中途半端にこうついてるのを結構介護現場でよく見ますね。もうピタッとついてるんだけどちょっとかかとが浮いてたり、この状態が結構僕一番危ないかなと。捻挫をしてしまったりどこかこう怪我してしまったりして可能性が高いなと思うんで、しっかりもうピタッとつけていただくというのと、もしあのチューブラリンでされてる方がいてるなら、チューブラリンに浮いてる時っていうのは結構ね力がこっち側がいるので勢いがつけてやることが多いようなイメージです、見てると。その際こうブレーキが効かなくてね、どっか足が当たっちゃったりとかっていう危険があるので、もう極力つけてやっていただける方がいいかなというふうに思いますので、お願いいたします。はい。特にねコントロールできなくなりますからね、はい、こちらでね。はい。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからもこういう形で介護動画上げていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。